皆さん、こんにちは。企業副業支援をするオンライン加速塾長の加速と申します。ぶっちゃけ会社員はコロナにかかろうが、有給で休めるからコロナを気にしてないんじゃないか疑惑についてお話をしていきたいと思います。これ、全会社員がというわけではなくて、そういう考える、そうやって考える会社員も一部にはいるということで聞いていただきたいなと思います。全会社員がって言ってるわけじゃないですからね。個人事業主と会社員は全然違います。会社員はコロナにかかろうが休んでも、まあ基本有給で、給料もらえると思うんですよね。かかっちゃいました。1週間休みです。じゃあ1週間分給料なくなるからってことないですよね。でも個人事業主は違うんですよ。もし個人事業主が、もしコロナにかかって1週間仕事できなかったら、その分お金入ってこないんですよ。だから当然個人事業主はコロナが大したことなかろうが、インフル扱い、インフル程度だろうが、それは気を使いますよ。だってかかって1週間動けなくなっちゃったら仕事に影響出ますもん。お客さんにも迷惑かけますし、自分の収入も入ってこない。だから当然個人事業主、まあ、個人事業主でも責任感の、ね、ある仕事をしている人と、責任感のないなんちゃって企業みたいな人をしている人は気にしないかもしれませんけれども、まあ、まともに責任感のある仕事をしている個人事業主は気をつけると思うんですね。コロナが大したことなくても。だって1週間動けなくなっちゃいますもん。大変ですよ。仕事に影響出るし、収入にも影響出るし。でもやっぱり会社員は、いや、でもさ、別にこんだけ流行ってて、なんか無理に我慢しなくたって、どうせかかっちゃうんだし、かかってでも有給で休めるんだったらいいんじゃねとか、あとむしろですよ、いや、会社員ですごい真面目に感染対策に気をつけてても、なんか同僚がすっごい飲み歩いてて、遊び歩いててコロナにかかっちゃって、で、そのせいでなんか真面目に感染対策している自分にすっごいいっぱい仕事降りかかってきたら、なんかふざけんなよって思いますよね。なんだあいつ感染対策気にしないでやって遊び歩いた同僚が会社休んで、そのせいでなんで俺に仕事振り、ね、いっぱい来るのみたいな。ね、自分は真面目に、感染対策に気をつけるので、いや、だったら俺もかかっちゃおうかなみたいな。まあ、かかっちゃおうかなっつってかかる人はいないかもしれませんけれども、いや、やっぱ会社員とそういう気持ちにやっぱなっちゃいますよねっていうこと。まあ、これ経営者とまたね、会社員でもまた考え方変わると思いますけど、まあ、なんかその、なんていうか、コロナに対する考え方が、まあ、いろんな人で分断が起きている。まあ、その一つの要因には、その責任のある仕事をしているのか、していないのか。ね、例えば、会社員だろうと医療従事者だったら、めちゃめちゃ感染対策に気を使うじゃないですか。それはなぜなら、使命感を持って、その仕事にプライドを持って、責任感を持ってやってるからですよね。会社員だろうが。ね、お医者さんとかそこの病院で働く人たちは、超、ま、もう本当にね、やっぱプライドがあるし、仕事に責任感を持ってるから気をつけるけど、でもそうじゃない会社員は、まあ、ぶっちゃけ、いや、別に大したことないし、いや、遊びたいし、いや、別にもういいし、いや、かかっちゃってもしょうがないから、で、まあ、かかっても1週間休めるんでしょ、みたいな。大したことなくて、軽症で、休めるんで、で、給、ね、金もらえんだったらラッキーじゃん。みたいに思っちゃう人もいるんじゃないかなっていうところで、まあこれはね、本当に会社員の方は個人事業主になってみないとわからないと思います。その有給っていう感覚がないっていうこと。別にサボっててもお金もらえないですからね、個人事業主。ここが本当に会社員と個人事業主の違いで、まあそこはね、本当に相手の立場になってみないとわからないというので、別に会社員をディスるつもりはありませんけれども、やっぱ立場が違うと、やっぱりそのね、ほらコロナ別に大したことないっていう人と、いや、コロナ気にしてるっていう人の間には、単に別にコロナが怖いから気にしてるわけじゃなくて、いや、個人事業主で仕事に影響出たら困るからみたいな人も、それでコロナに気を使ってる人もいるんじゃないかなということで、まあ、会社員と個人事業主という違いによってですね、コロナに対するスタンスが大きく変わってくるということもあるんじゃないかなということです。